しかし一昨年その前と2度の世界選手権メダルはあと一歩というところまで行ったこのブレジナ。さあ映画アンタッチャブルより4回転ジャンパーのこのブレジナがさあまず見せてくるか。4回転サルコー、ちょっと手をつきましたが、まずは4回転。さあ続いてジャンプが続く。シングルフリップ、ちょっと力が入りすぎましたかね。昨シーズンに続くこのフリースケーティングプログラムアンタッチャブル。トリプルアクセル、これはきれいです。ありましたね。フライングシットスピン、ステージから難しいポジションへ。開幕戦ジャパンオープン、先のネーベルンホルン杯に出場しまして、まあ、織田信成が優勝しましたが5位という成績。さあここから曲調が変わります。ステップシークエンスですね。今シーズンから競技会でステップシークエンスは必ずこういった形をしなくてはいけないというルールはなくなりました、はい、その代わりリンク全体を使って曲をイメージして多彩なステップを踏まなくてはいけません。このあたりの変化というのは選手にとってどうなんですか。そうですね、ただよりよく曲を表現するといったところでもやっぱり大事になってくると思いますね。見せる力より要求される今シーズン、2年ぶり2度目のこのジャパンオープン出場、ミハル・ブレジナ。トリプルアクセル、ダブルトーループ。とにかく一つ一つのエレメントを正確にまずこなすこと、これが大切だと話したこのブレジナ。トリプルフリップ、ダブルトーループ。中盤以降このジャンプがまとまってきましたね。そうですね、まあ、後半になりますから基礎点も上がります。あ、ここはトリプルループの予定でした。ダブルループ、さあいよいよ終盤に入ってきます。トリプルルッツ、コンビネーションはこのあとが最後になるが、トリプルサルコ、ダブルトーループ、シングルトーループ。ちょっと最後は勢いが止まったか。少し疲れが見えてきてるかもしれないですね。チェンジフットスピンコンビネーション、もう少しスピードが欲しいところでしょうか。少しここは疲れが見えていますが、さあステップシークエンス、コレオグラフィックシークエンス、フィニッシュやり遂げました、ミハル・ブレジナ。でも今シーズン、まあ、その夏の大会はまだ
あの調整段階ということで、はい、うまくいかない部分もあったかもしれないんですが、まあ、ここに来て徐々にやはり調子も上げてきているのかなという感じもしますね。まずチームヨーロッパ登場。